お疲れ様です。早場さんです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、今日はですね、今から、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。2個でいいかな。で、今日はですね、エンドに行って、今、エリトラ1枚あるんですけど、エリトラを、まあそんな今欲しいわけじゃないですけど、あのですね、ちょっとエリトラとかいろんな他にまだ見たことない素材とかないか、ちょっと探しに行きたいと思います。ですね、まあエンダーマンをちょっと目視しないようにちょっと行ってみましょう。そんなに遠くには行かないんですけども、ですね、ちょっと行ったところにちょっとこの階段を上がって、ここでポイント。で、ここは今まで通りの場所なんですけど、向こうですよね。向こうにもエンドシップがあるんですけども、ちょっと行ってみましょうか。いや、飛んでった方が早いのか。よし。エンドシップがあるんですけども、まあそこで今使っているエリトラをゲットして、なんですが、ここあれですよね。実はですね、こっちもちょっと調査したんですけども、こっちにですね、どこだったっけな、行き過ぎた、あったあったあった、はい、あれですね、あ、これエンドシップがいないエンドシティが、ちょっとあっこに行ってみようかなと思いまして、で、道を作るにもちょっと遠いので、このエリトラが今あるうちにちょっと行ってみたいと思います。それでは、でも今行っても、行ってみようかな。まあないとは思うけどね、こんな近くに、まあありましたけど、ありましたけども、ここを着陸できるか。できた。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。あれがいるんだよね。ポコ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 言ってるけど、はい、はい、隠れて、今だ、突撃。そして、2枚目ゲットです。宝箱の中には何かな。教会のピッキリ、まあ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 ですね。うん。
ダイヤと。ああ、それいいね。修繕付きの。うん。いいね。修繕付きの靴に変えましょう。ほんなら。はい。で、エリトラを。まだ青のやつ入るよね、多分。これと、これ、大事なものをちょっと入れておきましょう。靴も、こうやってくれ。はい、よし。よし。で、これはした。はいはいはい。で、あわよくばこのエンドラの顔頭欲しいですね。ちょっと下に落としたい。これシルクタッチで撮った方がいいかな。ああ、あっちにもいるんだよ。あー、こっちの状況も見ていきたいけど、ちょっとエンドラの頭を先に取ってからにしましょう。あれか、あれだな。よし。あ、ここにもあるんだよな。そんなにでっかくなさそう。でっかいんじゃない？ちょっと。よし。よし。ミッション開始。どこ行った？どこ行った？うん。まあもらいましょう。で、はい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 、もらっときましょう。もらえるものをもらっときましょう。シルカーを置いて、で、この中にまた収めましょう。エンドラも大事。ちょっと待ってください、ここにもある。これもこれでレアかもしれない。あとは、よし。
よし、オッケー。はするけど、いた。守りが固いな。守りが硬いから。食べ物なかったっけな。食べ物ピンクに入ってんのかな。あ、牛肉。貸してくれ、頼む。あ、なんかある。クソ、こいつらふざけおって。なんか今一瞬手に入れたぜ。よし、これをシュッシュしよう。あ、よし、
旦安全に戻ることを考えよう。こっちかな。あれだからこっちか。ちょっと一旦着地します。着陸します。はい。で持ち手に持ってどうやって使うんだよ。こっちの気がするんだよな。こっちじゃなかったっけ。後ろだな。また見たことないのがある。何かな、いいかな。まあ戻るか。確かこれで戻れたはず。この方向で。足を止めて、わからないんですよね。高度がわからない。今どっちに飛んでるのかもわからない。こっちか。100だから多分そろそろあれが見えてもいい声だと思うんだが、こっちか。
そろそろ見えてみる。この真下のはずなんだけど。いて。はい。多分あれは数字的にはうん、着陸したのは80とかなんで、ここがあれなんで、多分ここら辺のはずなんで、あれだ。で、シュリーカーじゃない、シュルカーはありますね。で、ツールもありますね。ツールありますか。ちょっと待って、斧がない気もする。いや、斧預けてる可能性もあるんだよね。あ、斧預けてるわ。うん、あるあるある。じゃあ戻りましょうか。収穫はこれですね。テンプレート、X って書いてある、を手に入れました。まあ今日の収穫にしてはいいものを手に入れたと思いますね。あとエリトラを、2枚今日は手に入れました。よし、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた会いましょう。